今回のテーマは鋼のように硬くて強いすねを鍛えて作ろうパート1、まずは骨を強くするです。このシリーズはまず骨を弱らせる生活習慣を断って、次に骨の奥に刺激を与えて骨を強くします。そして仕上げに表面を硬くして強くて硬いすねを作る流れで紹介しようと思います。なぜこのような流れで鍛えようと思ったのかというと、骨を弱くする原因を潰すことの必要性と、まず表面を硬くすることから鍛え始めると硬いけど脆くて折れやすくなるってイメージがあったので、まず弱くする原因を潰す、強くする、硬くするって流れで鍛えようと思いました。では基本的な生活習慣の見直しから始めます。まず最初に見直すべきポイントは歩く量を意識することです。歩いて骨を刺激することの重要性は宇宙飛行士の例や様々な研究結果も出ているので、基本的なことですがおろそかにしないようにしましょう。そして次のポイントは食べ物、牛乳、乳製品の摂取はなるべく控えましょう。理由は乳糖を分解するラクターゼが分泌されないこと、リンがカルシウムと結合してリン酸カルシウムとして体外に排出されること、過剰な IGF-1 だったかなの摂取リスク、脱会のリスクなどを考慮して牛乳、乳製品の摂取はなるべく控えましょう。このように基本的な生活習慣をまずは見直して、次にしっかり骨を鍛えて強くしましょう。では実際に砂袋を蹴ってる映像をどうぞ。今回は砂袋が破けてしまったため、砂袋を蹴ってる映像は次回お送りします。これを週に 1,2 回30分程度行う予定です。なぜこのような量頻度にしたのかというと、ストレスに適応する警告反応期、抵抗期、疲弊期を考えて練習メニューを組んだのと、すねを鍛える練習っていうのは試合で勝つっていう練習の中でそこまでプライオリティが高くないって思ったからです。わかりやすく説明すると、絶対に必要なトレーニングなんだけど、もっと他に必要なトレーニングがあるからそっちを優先するよって感じのイメージです。この方法を2014年の12月から始めて変化を残しておこうと思います。すねを強くしたいけどどうしたらいいのかわからないって悩んでる方はぜひ参考にしてみてください。では今回の骨を強くするはこの辺で終わります。今回もコメント、メッセージ、動画の共有などあなたが行動してくれると嬉しいです。それでは今日この辺でありがとうございました。